柳裕也、今季バンテリン D0 勝6敗で終了。中日は今季5度目の引き分け。柳裕也投手は今シーズン最終登板で8回無失点と好投。しかし、援護なく4勝11敗、本拠地では0勝6敗とバンテリン D での勝利は飾れず終わった。後半戦10試合で援護点は計4点。立浪監督は申し訳ないと頭を下げた。本拠地で不甲斐ない投球する奴はエースとは呼べない。バンテリンでの防御率原デイ。チュニドラを出る喜びを教えてあげたい。ノーノーしたやん。2億に倍増してやるよ。10試合で4点は笑えん、どうやって勝てと。こんなん FA 取得したら即出てけと言われてるようなもんやろ。柳なら FA 移籍しても応援し続ける。柳の心がもう折れてるやろ。FA 取得時に3年10億とか言われても FA 思想。柳の翌日の根尾の試合で8点取るのくさ。年俸どのくらいのプラスになるんやろな。阪神に来いと言いたかったけど、阪神側の今日の惨状を見たら来たくないわな。ちゃんと無援護だったのを考慮して査定してくれりゃ何も言わん。地元ファンの前で勝てないとかプロ失格やろ。かわいそうだし特例で FA させてあげようぜ今年あたり。10試合で4点ってグロすぎやろ。1試合でもらえる点数やぞ。ご視聴ありがとうございました。